つ目ですか、はい、フランスの庭師のドキュメンタリー映画で、ジル・クレマンさんというんですけども、ジル・クレマンさんというのは動いている庭という代表的な考え方があるんですが、例えるならばそこに草があって、その草を避けるように人が通ればいいんじゃないか、人の通る道を作ればいいんじゃないかという考え方の延長線上に庭っていうものを捉えているので、だから常に庭は動いていると、そういう考え方の、 あの75歳ぐらいのおじいちゃんなんですけど、その彼の85分のドキュメンタリー映画になります。すみません、お名前が澤崎さん。澤崎さん、はい、なんでそういうドキュメンタリーを作ろうと思われたんですか。はい、ありまして、最初のきっかけは、彼が日本に来た2015年、日本で10日間ぐらい滞在されたんですけど、自分を記録してほしいという依頼を受けたんですよ。あの総合地球環境学研究所っていう、はい、京都にある研究所から、はい、でその研究所の依頼を取り始めたんですけど、取ってるうちにすごく彼に関心を持って、彼のフランスにある庭に行って撮りたいなと思って、実際にその辺りも一人でフランスに行って彼の庭を訪れて撮ったんですけど、はい、そのフランスで撮った映像と日本で撮った映像を組み合わせて作ったのが、動いている庭っていう劇場の映画になります。なんかフランスの庭と日本の庭はどう、なんていうか違うと思うんですけど、はい、なんていうのかな、違うところと共通点みたいなことがあれば。庭については、まあ、僕も庭の専門ではないのでなかなか与えてくれるところではあるんですけども、の庭っていうのはフランスでもやっぱり典型的なフランスの庭とはすごく対照的で、多少少しあの彼はそういったフランスの典型的な庭に対する批判も含めて庭を動いているっていう考え方で動いている庭を作っている経緯があるんですけども、まあ日本の庭もいろいろあるので、どういった庭と比較するのかっていうので答え方がちょっと変わってくるんですが、まあそれのに対する答えにはちょっとならないんですけど、まあ、日本というよりも、まあ、いろんなその人と自然の関係性ですね、を考える上でその彼の庭師としての態度できるだけ合わせてなるべく合わないキーワードがあるんですけども、その彼の言葉なんです。できるだけ合わせてなるべく逆らわないっていう、彼の環境に合わせるってことですか。彼の庭師としての態度ですね。その言葉がすごくそのいろんな、その今おっしゃったような環境に対する態度の応用ができるし、何か創作するときとか、あるいはその暮らしの中で何かを食べるときとか、何かを消費するときとかの場面でも、そのできるだけ合わせてなるべく逆らわないっていうような姿勢がすごくその今の時代感覚に合っているなと思って、でそれで実際彼のその考え方って、フランスだとその彼がパリで個展をやったのが2001年くらいなのかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい、それぐらいの時期に彼がパリで個展をやったときには2、30万人ぐらいの人が来たそうなんですけど、それぐらいすごく影響力がある、またその、まあ、いい意味でも、まあ、いい意味でその彼のその言葉っていうのが、庭だけじゃなくて庭に関心がないような方でもすごくその受け止めて、その受け止めた人なりの解釈で自分 の, その生き方とか表現の仕方に影響を与える、それが彼の活動すごく特徴的なところで、まあ、そういった点がすごく関心で興味あのそういうのが、まあ、感動してというかすごく影響を受けて、まあ、それで彼を撮りたいなと思って、日本の庭師との共通点は彼自身が言っていた話でいうと、日本の庭は庭師が現場で、庭をこう作っていく、はい、設計図通りに作るんじゃなくて、何かその庭師は技術を持っていってプライドもあって、ただそのオーダーされた通りの作業をやるだけじゃなくて、その仕事の中で自分で判断して庭を作ることができるので、うん、それはあのクレマンさんが考えるような、うん、姿勢とすごく共通する点が柴さんに感じています。ありがとうございます。はい。